この動画を上げているのは1月7日、つまり羽沢つぐみちゃんの誕生日。つぐみちゃん誕生日おめでとうございます。今回はですね、つぐみちゃんについていろいろ喋っていこうかなと思います。まずは、羽沢つぐみちゃん。ウルトラ高スペックターなキャラクターなんです。いや、多分ね、ガルパで一番スペック高いキャラクターなんじゃないかなと私は思っていまして、まず、生徒会に所属しているということですよね。まあ、今となってはアニメとかでね、いろんなキャラクターが生徒会に所属するようになって会長やってますけれども、その当時、ですね、ちょっと前まではですね、生徒会に所属しているのは、つぐみちゃんだけじゃなかったかな。というところもありますし、そしてこちら、羽沢コーヒー店の娘なんですね。だからまあいろんなキャラクターやそれにね他のねお客さんが来るわけでそういう人たちと会話とかをするわけですからめちゃくちゃコミュニティ能力高いんですよ。まあコミュニティ能力高いといえばやっぱり今井梨沙ちゃんとかいますけどもおそらくその今井梨沙ちゃんより高いんじゃないかと言われている羽沢つぐみちゃんです。さあそんな努力家の羽沢つぐみちゃんはさらにアフターグローを支える精神的支柱でもあるんですね。そういう性格とかいろいろなところを踏まえて言えば結構羽沢つぐみちゃんって完璧に近いキャラクターなんですよね。でもそこをね、やっぱりね、それを面白くないと思った神様がね、ちょっとある称号をつぐみちゃんに授けたんです。それがこちら。そうなんです。大いなる普通というね、称号を授けたんですよ。神様つぐみちゃんにね。十分可愛いんですよ。つぐみちゃん十分可愛いんですけど、確かに他のキャラクターと、まあ、個性的なキャラクターと比べたら確かに見た目は平均的なんですよ。はい。でもそんな、まあ、つぐちゃんしかできないことがあったんです。それがこちら。そう、羽沢つぐみ。他バンドに混ざっても違和感ない説でございます。こんなつぐみちゃんだからこそ、どんなバンドに入っても、自然に、見ることができるんじゃないかと思いましたね。ちょっと今回ね、まとめてみました。それではご覧ください。さあ、ポッピンパーティーで見てみましょう。やっぱりね、ライブ衣装でやっちゃうと違和感出ちゃうんで、今回全員私服でね、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、5人揃えてポッパー、全然いいですね。さあ、ここに、つぐみちゃんが入るとどうなるのか、ちょっと見てみましょう。こちらです。違和感ないですね。全く違和感はありません。まあ、ポッピーパーティー自体ね、髪色とかもそうですけど、結構こう、平均的というか、そこまで特筆した、キャラクターはいないので、見事に、つぐみちゃん馴染んでおります。さあ、ロゼリアを見てみましょう。ロゼリアどうですかね。やっぱりちょっとこう、アコちゃんとかリサ姉とかね、ちょっとこう、派手な目なキャラクターも出ておりますけれども、まあ、サヨさん、ユキナさん、リンコちゃんあたりで、ちょっと中和されるのかなと思うんですけれどもね、ちょっと心配ですね。じゃあちょっと見てみましょうか。こちらですね。はい。見事に馴染んでおりますね。これ良かったですね。アコちゃんの存在非常にでかかったんじゃないでしょうかね。結構ロゼリア大人びたキャラクター多いけれども、まあ、アコちゃんというね、ロリキャラを活かすことによって見事に、つぐみちゃん中和されておりますね。さらにやっぱり隣にね、さよさんを持ってくることによって、ここでもね、違和感を消してるんじゃないかなと思います。さあ、続いてパスパレでございます。ここが一番心配なんですよ。やっぱりキャラクターの髪色もそうですけどね、全員パステルカラーでまとめられておりますから、ここにつぐみちゃんがうまく馴染めるのか、これも心配ではございます。まあ何人かね、つぐみちゃんと親しいキャラクターもいるので、まあそこでうまく中和されるのかなとは思うんですけれども、さあ、そんな心配なパスパレをちょっとね、つぐみちゃん入れてみましょう。こちら。まあ見れないことはないですね。まあ、全然見れないことはないですね。このイブちゃんを隣に持ってくるというところでね、こちら、羽沢コーヒー店スタッフ同士でこう、見れるのかなと思いますけれどもね。ちょっと、あれかもしれないですね。ちょっと無理があるかもしれないですね。これね、どうですかね。パスパレ with つぐちゃん。どうですかね、これね。見れないことはないと思うんですけどね。さあ、最後はこちらですね。ハローハッピーワールド、ハローハッピーでございます。なんならパスパレをちょっとこっちの方が心配なんですよね。やっぱりココロン筆頭にね、やっぱりサンバカ、あとカノン先輩もなんだかんだでね、まあでもまあカノン先輩とこう、美咲ちゃんがいるんでね、まあそこに隣に持ってくれば、そこまで違和感なくなるんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。さあ、やってみましょう。では気になるハローハッピー with つぐちゃんはこちら。あ、でも全然大丈夫ですね。やっぱり、美咲ちゃんの隣に持ってくることによってね、まあ、ハロハピにもう一人の常識人が増えたと思えばいいんじゃないでしょうか。全然大丈夫ですね。この感じからしたらね。まあ、悪くはないですね。この感じね。さあ、いかがだったでしょうか。ね、それぞれのバンドにつぐみちゃんを入れてみましたけども、結構見れるバンドたくさんありましたね。ポッピンパーティーとかロゼリアとか全然見れましたね。まあ、若干ちょっとこれ厳しいなっていうのもね、後半2つはちょっとどうかなーっていうところもありましたけれども、まあ、なんだかんだでこうやっていろいろつぐみちゃん見ましたけども、やっぱりつぐみちゃんが一番似合うのはアフターグローですね。動画を見てくれてありがとうございました。いつかチャンネル登録もお待ちしております。よろしければ他のマーシーの動画を見てみてね。バイバイ。